続いて、那須の余市が登場する場面を見ていきましょう。那須の余市前半では、元平の戦いが夕方に一旦休戦となった時、この場面です。平家軍がいる海の方から船が出てきて、その船についている扇を、その扇を射抜いてみろ、というふうに挑戦が出されます。これを受けることになったのが、源氏軍では那須の余市という人物でした。 夏の夜市が弓を行って実際に挑戦を受ける前に、この現場、どういう状況なのかっていう説明がされます。沖には、海には兵器がいて、陸の方には源氏の軍が並んで、見た目が素晴らしいということを言います。で、その古文の文が、いずれも、いずれも、晴れならずということぞなぎ。はい。これでした。この文の中にもかかり結びが一箇所使われています。動画の初めにも見たけど、 経助詞はぞそしててかかっている言葉がきです。この「ぞ」という形容詞が「なし」という単語にかかって「なき」に活用されるんだったね。この「なき」これは何形かなと考えると「ぞ」があるので連体形になります。 次にかかり結びが出てくるのは那須の余市が神様に挑戦の成功をお祈りした後天候も味方してくれるかのようにいい感じになったその場面ですさあどういい感じになったかというと古文ではこのように書いてありました風も少し吹き終わり扇もいよげにぞうなったり蹴る風も少しその吹くのが弱まってで扇も居抜きやすそうになったっていうところですね はい。それではこの中の形図詞をまず見つけてみようか。経営詞はここにあります。そしてかかってくる単語はこれですね。もともとの単語は蹴り、それが蹴るに活用されています。この活用された形、何形かというと、ぞなので、はい、連体形になりますね。いいかな 今度は那須の余市の後半を見ていきましょう。この場面は何があったかというと、平家軍から出された船の上の扇の的を射る挑戦、それを那須の余市が受けるんですね。彼が矢を放つと、矢は見事扇に命中します。矢が実際に扇を射抜いたところは、古文ではこのように書かれていました。扇の金木は一寸ばかり置いて、ひいふっとぞ生きたる。 カブらは海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。はい。この文の中では、かかり結びが2箇所出てきています。まず、1つ目のかかり結びは、この2行の中にあります。形助詞を探してみると、ここにぞがあるのがわかるかな。そうすると、このぞが、この最後のたる、この単語にかかって、 タルが活用されていきますこの「たる」は何形に活用されたかというと「ぞ」がかかるので連体形になっていますもともとの単語が「たり」だったのが「たる」という連体形に変わっているんですねそれでは後半もう一つ探していきましょう後半はこの文の中に形度詞がありますここに同じくぞが 見えますね。これが形図詞です。このぞは文の最後のこのけるという単語にかかっています。このけるは何形になっているかというと、ぞがかかってくるので同じく連体形になります。もともとの単語がけりだったのがけるという連体形に活用されているんですね。次に見ていくのは矢が扇を射抜いたところです。 ここでもかかり結びが出てきていました。海へさっとぞ散ったり蹴る。矢が扇を射抜いて、この扇が海へさっと散っていったっていう文章ですね。この中にかかり結びがあります。形助詞を探してみると、この真ん中のところにゾが見えますね。このゾが文章の最後の蹴るにかかっています。蹴るは何形になっているかというと、ゾがかかるので、 全体形になっています。いいかな？弓流しの前半の部分を見ていきましょう。ここは那須与一が扇を射る挑戦をした後の場面です。那須与一が見事扇を射抜いたので、敵も味方も関係なく、みんなが素直にすごいという風うに思って盛り上がった。そういう場面でした。 平気型の船の方では感動したおじいさんが船の上で踊り出すんですね。その行動の説明がされるところ、ここにかかり結びが出てきていました。古文はあまりの面白さに勘に耐えざるにやとおぼしくて、このように書いてあったところです。あまりの面白さに感動を我慢できなかったと思われてという部分です。はい。この中で かかり結びを探す。つまり、形図詞に注目してみると、ここにやが出てきています。で、その後、このやがかかっていくはずの単語を探してみると、見当たらないんですね。はい。形図詞のやがあるけれども、実際にかかって活用されている単語が見当たらない。こういうのは、かかり結びが流れている。というふうに言います。 弓流しの後半の場面にもかかり結びが出てきます弓流し後半はどんなお話だったかというのをまず確認しておきましょうここでは源義経という源氏軍の武将が登場します義経は海での戦いの中で弓を落としてしまいますで危ないからね戦いの中だから弓なんて放っておけばいいのにで周りの家来の人もそういうふうに言ったんだけれども義経はそれを拾ってきます 文章は、義経が弓を取って、笑って帰ってくるところです。古文ではこのように書かれます。ついに取って、ろうてぞ、帰られ、ける。とうとう、その弓をすべて取って、拾って、笑って、帰ってきたっていうところです。この中で、かかり結びが一箇所見えているんだけど、形状詞見つかるかなわろうてぞの、このぞ、これが形状詞です。 で、このぞがどこに影響していくか、どこにかかっていくかっていうのを見ていくと、この文の最後のけるここにかかっています。このケルが何形になっているかと言うとぞ、だから連体形になっています。もともとの単語の形がね。蹴りだったものが連体形のけるに変わっています。次は家臣たちが義経の行動を注意するところです。 内容は、弓がいくら価値があるからといって、命より大切ってことはないでしょう。こういうことを注意します。古文では、いかでか恩命に変えさせたもうべきというふうに言っています。この部分が、命より大切ってことはないでしょう。っていうふうに言っている部分です。係り結びを探してみると、さあ、形助詞見つかるかないかでかのこのか、これが形助詞です。 で、かかっていく単語は文末のべき。この単語です。べきは何形になっているかというと、連体形の形に活用されています。元のべきの単語の形はべしなので、べしがべきに変化しているんですね。この文章の中で、かかり結びの役割としては、文を強調するのではなくて、疑問、それから反語 という意味を加えています。反語というのは、何何でしょうか何何だろうかというふうに質問をする形にして、いや、そうではない。というふうに否定をして、この文の意味を強めるっていう、そういう形です。で、ここの文を見てみると、どうして命に変えることが、変えることができるでしょうかというふうに言うので、いや、変えることはできない。 っていう風に本当は注意したいんだよね。何々でしょうかいや、違いますよ。という風にね。なので、このかかり結びの意味としては、半語の意味を加えています。次に、義経が家臣たちに弓を拾ったその理由を説明する場面を見ましょう。義経はこのように説明します。弓の惜しさに取らばこそ。はい、これは弓が惜しいからといって取ったのではない。っていう風に説明するところです。 ここにこそがありますね。このこそが形助詞。なので、この後にこのこそがかかっていく単語があるはずなんだけど、どうやら見当たらないですね。はい。これは形助詞だけがあって、そのかかっていく単語がなくなっている現象です。これを流れているというふうに言います。ここでは、かかり結びの流れが起こっています。ここまで平家物語に出てきたかかり結びをまとめて見てきました。 みんなんおさらいできたかな